ジェニファー・ロペス、ジェニファー・ロペス、ジェニファー・ロペス、1969年7月24日帯は、アメリカ合衆国の女優、歌手、プロデューサー。本名、ジェニファー、ジェンリン・ロペス、ジェニファー、ジェンリン・ロペス。ジェニファーの一般的な愛称、である、ジェンで呼ばれ、一人称で用いることもある。また、ジェーロ、ジェーロという愛称でも呼ばれており、 この愛称を冠したコースや衣服も発売されている。ニューヨーク市ブロンクスにて、プエルトリコ系アメリカ人の両親の間に生まれた。幼い頃から俳優を志し、1986年公開の映画、マイリトルガールきらめきの夏でデビュー。1990年、大阪市にて開催された、国際ゲト緑の博覧会、エキスポ90の会場内で披露された。 ミュージカルシンクロニシティにて舞台デビュー。映画やテレビドラマの脇役として活動した後に1995年公開ミファミリアで本格的な映画デビューを果たす。1997年公開のセレナでゴールデングローブ賞候補となり、翌年公開のアウトオブサイトのヒットによりトップスターとなった。1999年にロドニー・ジャーキンス、 ロドニー・ジャーキンスらのバックアップにより、歌の世界に進出。デビューアルバム、オンザロックからのシングル、If You Had My Love がビルボードホット100で5週連続1位の大ヒットになり、同アルバムは、米国内で300万枚以上を売り上げた。セカンドアルバム、J-Lo は、不審に終わったかのように見られたが、アーブ・ゴッティ、アーブ・ゴッチにリミックスを依頼し、起死回生を果たす。以降、 順調に音楽のキャリアも築き上げてゆく。音楽性は、戦術の通り、プエルトリコ系ということもあり、英語の他、スペイン語で歌っている曲、ケイ・イ、e、ーシステなどもある。R&B を意識した音作りもしており、数多くのニューヨークで活躍するラッパーたちに、客演させている。また歌手デビュー前に、ジャネット・ジャクソンのバックダンサーを務めたことがあり、ダンスミュージックの要素も強い。 レーベルはデビュー以来エピックレコードであったが当初2010年1月に発売予定だったアルバムラブの発売直前に同社との契約を解消しラブワアイランドレイレ,レコーズ日本ではユニバーサルミュージックから2011年4月に発売となった同アルバムからのシングルオンザフロアはビルボードホット100で3位まで上昇する大ヒットとなった 2005年2月、ハリウッドニュースワイヤーによれば、かつて交際していたベン・アフレックがジェニファーに送った6.1カラットのピンクダイヤモンドの婚約指輪が宝石賞、ハリー・ウィンストンのモで売りに出されたという。この指輪はベンが1億2、0円で購入したもので2004の年の破局の際に、ジェニファーがベンに返したとされている。2005年10月、ハリウッドニュースワイヤーによれば、 ロサンゼルスの自宅を約15億5、0円で売りに出したという。この自宅は2003年に建てられた豪邸で寝室が4つと、浴室が8つあり、プールとテニスコートと映写室を備えているという。この豪邸以外にも、ビバリーヒルズとマイアミにも、豪邸を所有している。2007年1月、米経済誌、ホーブスが、エンターテインメント界で活躍する女性で資産の多い、 女性のトップ20を発表し、総資産1億1、0ドル、日本円で、約133億円で9位にランクインした。2007年8月、元夫のオジャニノアとの間で争っていた裁判で、少訴し、遺写料およそ54万5千ドル、日本円で、約6、0円を手に入れたという。この元夫、オジャニノアは離婚の際にジェニファーとの過去の私生活に、関して、 暴露はしないという合意をしたにもかかわらず、2006年に、ジェニファーとの私生活や、性生活についての赤裸々な暴露、知られざる真実を出版しようとして、ジェニファーと裁判になっていた。また、オジャニノアは500万ドル、日本円で約6億円でジェニファー側に、出版の差し止めの話を持ち出していた。裁判の結果、オジャニノアの暴露本は離婚合意に違反していると、 認められ、合意違反の20万ドル、弁護士費用の30万ドル、調停代の4万8千ドルを、おじゃにノアは支払うように命じられた。2008年2月、生まれてくる、双子の写真の掲載の権利を600万ドル、日本円で約6億4、800万円でピープル氏と契約したことが分かった。この金額はこれまで、ピープル氏が取引した、 契約金額の中で2番目に高額である。2009年11月、ジェニファーとの結婚生活を暴露する内容の映画の公開を計画し、販売先を探していた元夫のおジャニノアに対して、映画公開の差し止めと医者料1、0ドル、日本円で約9億円を求める訴訟を起こした。ロサンゼルス高等裁判所に提出された訴状によれば、この暴露映画は、ハウ。 アイマリード、ジェニファー・ロペス、ザ・ジェイロ・ジャニ・ノア・ストーリー、私がどのようにして、ジェニファー・ロペスと結婚したか、ジェイローと、おジャニの物語というタイトルで、内容は、おジャニ・ノアとジェニファーの結婚生活を描いたもので、おジャニが所有していた1997年の新婚旅行時のホームビデオの映像も含んでおり、裸のジェニファーを映した映像やセックスをしている映像まであるという、 ロサンゼルス高等裁判所は、ジェニファーの訴えを受け、オジャニノアに対して、以前にジェニファーとの間で合意した契約を違反する可能性があるとして審理が開かれるまでの仮差し止めを、礼した。この命令を受け、オジャニは、かつて、ロペスの母親が自分のホームビデオを許可なしに売ったのに、今回の件に対して差し止めを命じるのは、おかしいと主張し、ジェニファーに対し、 一億ドル日本円で約九十億円の逆訴訟を起こした。さらに、問題のテープを誰でも見ることができる裁判記録として登録することを計画しているという。2010年9月、米 TMZ によると、米人気のオーディション番組アメリカンアイドルに時200万ドル日本円で約十億円で一年間出演する契約をしたという。当初、 出演する際にジェニファーは1年間で20ドル日本円で約17億円のギャラを提示したが却下され、次に1年間で1500万ドル日本円で約12億円を提示したが、交渉は難航。結果的にジェニファーが折れる形で1200万ドルでの契約が成立したという。わがままな性格でもよく知られており、宿泊先のホテルに必ず出される要求には、 など、同行者が100人ほどホテルに訪れることも知られている。愛車として、超高級スポーツカーのブガッティベイロンを所有している。サイエントロジーを信仰している。その美貌から、男性関係が派手なことでも有名である。最初の夫は、マイアミのレストランでウェイターをしていたキューバ出身の、オジャニ・ノアで当時女優として、ブレイクをし始めていたゼニフーがナンパをしたことが、 きっかけで交際をスタート。1997年に結婚し、約11ヶ月後にスピード離婚した。1999年頃には、ラッパー、プロデューサーのショーン・コムズ、ディディと交際、破局した。2001年には、バックダンサーであったクリス・ジャットと結婚したが、約9ヶ月で離婚。2002年10月に、俳優のベン・アフレックと婚約し、 熱愛ぶりを見せつけていたが、2004年1月20日に、破局。2004年6月8日2 1999年の、ファーストアルバムで濃厚なデュエットを歌っていた歌手の、マーク・アンソニーと結婚した。2008年2月22日に、ロングアイランドで男女の双子を出産。男児を、マクシミリアン、マックス・デイビット、マクシミリアン・マックス・デイビットと命名。女児を、 エミー・マリベル、エンメ・メレベルと命名。2011年7月16日に、ピープル主独占で、夫のマーク・アンソニーとの離婚共同声明を発表。私たちは結婚生活を終わらせる決断をしました。大変難しい決断でしたが、有効的にこの結論にたどり着きました。この度は、私たちのプライバシーを尊重していただき、感謝しております。と述べた。 2017年3月に元ニューヨークヤンキース選手のアレックス・ロドリゲスとの交際が噂され、4月には交際中であることを認めた。日本ではブルーベルジャパンが販売代理店となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。